はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日はですね、先日しましたこちらのツイートの解説をしていきたいと思います。で、中身早速読んでいきたいと思うんですが、最近感じることということで、株式市場でバリエーションが効かなくなってきていますということなんですね。で、それには3つの理由がありまして、個人投資家の台頭、2つ目は金余りの状況で過去に類を見ない株式市場への資金の流入、そして3つ目、こちら一番重要かなと思っているんですが、必要とされるサービスが変わり、これまでのビジネスの延長での資産が意味をなさなくなったというところなんですね。で、この3つ目なんですけれども、具体的にどういうことかというと、コロナっていうイベントが非常に大きかったと思うんですが、生活が本当にガラリと変わりましたよね。で、それによって我々が今まで生活していた形式とは全く異なるサービスが新しく生まれたりとか、これまでは価値をあまり見出せないようなビジネスにより価値が重きを置かれるようになったとか、あとはですね、今後、我々が生活していく上で価値観とかっていうものが大きく結構変わったと思うんですよね。例えば働く場所っていうところもそうだと思いますし、あとはですね、よりサステナビリティとか ESG とかそういったところにも目が向くようになりましたし、あとはこのタイミングでですね、アメリカでも大統領選挙があって、今後よりさらにクリーンエネルギーに対して強い興味とか、あとはやらなきゃいけないと、そういう意思が世界中で芽生えたんじゃないかなと思っています。で、やっぱそういったことを機にですね、 EV とか、そういった関連もそうですけども、あとは宇宙産業というところもそうですし、今までにそこまで注目されていなかった分野がより注目されて、かつ投資もされるというような状況になってきました。で、そうすることによって何が変わったかっていうと、これまでなかったビジネスを評価するとか、あとは今まだビジネスとして大きくは成り立ってはいないんですけれども、今後そこに資金が集まって投資をして開発をしていくことで、こんなサービスが提供できるようになりますよというものへの投資が非常に多く集まってるんですよね。で、結構これのいい例だなと思うのが、先日僕も大きくやられましたイーハンというドローンの会社なんですけれども、やはりですね、受注はしていながらも、今後製造してデリバリー実際にするまでに時間がかかったりとか、あとは将来プラットフォームがどんどんできてくることによって、このドローンっていう産業がさらにさらに拡大してくる、でも今はまだそこまで環境が整ってないんですよねっていうものは、やはり期待感で大きく株価が上がっていくというような今状況にあります。これはe コマースでもそういったものがあると思いますし、あとは医療の分野でもそういった銘柄って結構あると思うんですよね。なので、今そういった銘柄が注目されていることで、今までの過去のビジネスで、じゃあ将来的に5年後はこういう成長するよねとかっていうのが、予想がかなり難しくなってきているというわけなんですね。なので、今は過去のビジネスの成績からそれを元に成長をどれぐらいか予想化するかっていうよりも、将来的にまずこのビジネス環境の中で、じゃあこのセグメント、例えば EV ってどれぐらいのマーケットになるんだろうとかですね、あとは自分たちで想像して、将来ってこういうふうなビジネスってあるよねってすると、これって大体これぐらいのマーケットの大きさがあるんじゃないのとか、なんかいろいろあるんですけど、やっぱり将来を見てそれを現在に落とし込んでいくっていうような方法を考える。で、そこで何が重要になってくるかっていうと、その会社のビジョンとか、その想像している人たちの創造性とか、そういったことの方がやっぱ結構重要になってきたりするわけなんですよね。思いとかっていうところが。なので、今非常に苦しくなってきているのが、ラージキャップっていうふうに言われている非常に大きい、なんていうんですか、時価総額の銘柄っていうのが厳しくなってきています。で、チャートを見てもわかるんですけれども、S&P500 っていう、指数ありますね。で、こちらの指数よりも、例えばナスダックもそうなんですが、より鮮明なのは、ラッセルマイクロキャップという、指数があるんですけれども、アメリカ市場のですね、時価総額上位4000社のうちの、下位2000。で、こちらの2000の銘柄で構成されているものがあるんですけれども、これをですね、ラッセルマイクロキャップというんですが、これですね、アメリカの上場企業の中の時価総額合計で 3% しか、何ですか、割合占めてないんですけども、
ここに今お金が流れ込んでいるというような状況なんですね。で、パフォーマンス見てもわかりますが、まあ、年初来というところでも 30%、まあ、S&P とかよりもですね、まあ、3倍以上パフォーマンスも良くて、かつ今取引高っていうのもこういったところに集まってますよというのが、いろんなチャートを見てもわかると思います。はい。なので、こういったところへ今注目が集まってますと。で、じゃあ投資家として我々はどうすればいいんだというのが今考え方としていろいろあると思います。で、僕もこの YouTube 始めたぐらい、まあ今もそうですけども、基本的には長期の投資なんですね。自分の投資スタンスっていうのは。ただし、今っていうのは、例えばこれまでなかった産業で、宇宙産業もそうですし、またドローンも出てきましたし、まあ、あとは他に何だろうな、大麻もそうですし、ビットコインのマイニングっていうのもそうですし、今までなかったんじゃなくて、注目されてなかったっていうだけなんですけど、こういったところのセクターがですね、どん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 出てくるわけなんですね、ここ最近は。テーマがどんどん変わっていって。なので、そうすると、その度にいろんなところで株価がふわーふわーって吹き始めるわけですよ。上昇し始めるわけなんですね。で、そこに乗らないわけにはやっぱり投資家としていけないなっていうふうにやっぱ思うわけですよ。これ、以前、長く投資されている方はご存知かもしれませんが、ドットコムバブルっていうのが弾けた後のしばらくの間はほとんどマーケット動かなかったっていうほど言っても良いぐらいボラティティが全く出なかった時期とかっていうのもやっぱあるわけなんですよね。なので今のようにいつでも儲けられるよっていうような状況ってまあないわけなんですよ。なのでそうするといくら自分が長期投資家ですよって言ったとしても、今ここのタイミングで資産を大きく増やすっていうのは投資家としてやっぱりやっていきたいなと、やらなきゃいけないってわけじゃなくて、やっぱりやっていきたいなっていう思うまたとない機会なんですね。だからおそらく僕以外でも基本的には長期投資なんですっていうふうに言ってる人も1ヶ月単位とか3ヶ月単位とかいうようなスパンでどん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 今資金を動かしてるっていうのが状況として今あります。なのでご視聴者の中にはもしかすると、あれ長期投資家って言ってたのに結構売買してないっていうふうに思うかもしれませんが、やっぱり今は本当に特別なタイミングっていうところもありますし、今、まあ、人によって YouTube 見てればいろんな方いますけども、数ヶ月で資産が倍になりました、3倍になりましたとかっていう人もいますし、いっぱいお金借りて、あ、送り人になりましたっていう人もね、その借りたお金で投資をして送り人になりましたっていう人もいますし、本当に今めちゃくちゃ投資環境としてはチャンスなわけなんですね。なので、今、まあ、僕がその投資をいろいろしている今言い訳じゃないですけど、今って本当に特別な環境なんですよっていうことは、まあ、理解をしていただきたいなと思っています。で、じゃあそこで僕が皆さんに、じゃあ私どうすればいいのっていうふうに思っている方もいらっしゃると思うんですけども、無理にリスクを取る必要は僕はまあどんな時でもないと思います。ただし今そういう環境だっていうことはやっぱり理解していただきたいなと思う反面、この YouTuber とか、まあ、いろんな人を見る中で、今っていうのはやっぱりそういう特別な環境っていうことをまず理解しながら、例えばどっかで見た情報っていうのはいつ見たのか、これ例えば1週間前と今だともうだいぶ違うんですよね。で、これ1日前と今っていうのでもやっぱり違ったりもするので、そこのスピード感っていうのは非常に意識をして見ていただきたいなと思っています。もう今の相場であれば1日2日まあ1週間なんで言ったら全く全然違うような環境っていうふうになっている時もあるので、なのでやっぱりフレッシュな情報を得るっていうところを意識していただきたいなと思うところと、あとはですね、やっぱり決断をするまでの時間っていうものをやはり短くしないといけないなと思っています。で、もしそういったことが自分には少し難しいなとか合わないなっていうふうに思うような方がいたら、無理してそれに乗る必要はないかなと思っています。で、僕も実際に、やっぱりそのあまり分かってない銘柄に対して乗っかっちゃう時っていうのもやっぱあるんですね。で、そうすると結構やけどをするっていうこともあるので、やっぱり自分が分かってるセグメント、セクターとかで、そういったことをやるっていうの方がまだいいかなとか思っています。あとは、まあ、自分がそんなに詳しくないとしても、まあ、興味があるとかっていうのでもいいと思いますし、
あと例えばビットコインと、ビットコインのマイニング関連の銘柄っていうのはボラティリティとか、あとは動く方向性とかっていうのは非常に似てるんですね、相関があって。なので、ビットコインは持っててマイニングの会社のことはよくわからないんだけど、短期的に今来てるから乗ってみようとか、まあ、そういったのも僕はまあ許容範囲なんじゃないかなと思っています。まあ乗ってから調べるというのもいいと思いますしね。ただし方向性としてはこっちだから、あ、じゃあいいよねっていうような、まあ、乗り方はいいと思うんですけど、まあ乗って、あ、今日下がったから売っちゃおうみたいな、まあそういうのだと少しやっぱり気持ちとして疲れちゃうと思うので、持ってみて、今本当ボラティティが激しいので、まあ一日で、あ、どうこう、どうしようかなっていうよりも、まあ一週間乗ってみるとか、そういうような形で少し流れを見てみるっていうのもまあ必要なのかなと思います。短期ではやりながらも、まあ一回乗ったら、そのボラティリティに、大きく影響を受けすぎないっていうことが、まあ僕も同時に大事かなと思っています。はい。結構このやっぱり今の状況で、プロの投資家も非常に困っています。こんだけボラティリティが、まあ、困ってるというか、まあ、喜んでは同時にいるんですけど、まあ、一部の投資家としては非常に困ってる人もいて、で、それはどういう方かっていうと、まあ、いわゆるファンダメンタルを重視している方とか、あとは、コンピューターにマーケットを読ませて、いろんな情報を取って取引している人たちっていうのは、基本はですね、あの異常値っていうのが出たら、例えば、うわ、これ売られすぎっていうシグナル出てるなとか、買われすぎっていうシグナル出てるなっていうふうに出たら、それを修正するような、例えば買われすぎてたら、あ、じゃあここ空売りだねと、売られすぎてたらこれ買いだねとかっていうふうにやるんですけど、今は上がりすぎたものがどん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 上がってっちゃいますよね。で、下がりすぎてるなと思ったものも下がり幅があまりにも大きすぎるので、まあ、ちょっとびっくりするような状況になっているということが、まあ、よくあると思います。なので、そういった人たちも本当にもう去年もそうですけども、今年も引き続き、厳しいような状況が続いているというような、今ことになっています。なので難しいのは個人投資家だけではなくて、プロの投資家にとっても今非常に難しい状況になっているので、そこはですね、まあ、自分だけじゃないんだなっていうのはやっぱり、分かっていただきたいと同時に、自分の投資方針を今後、まあ、1年とか半年っていう期間でもいいとは思うんですけど、どういうふうにしていこうかっていうのは、今いろんな人がですね、ツイッターでもどこでも爆撃報告をしている中で、どこに置いていこうかっていうのはしっかりと、腰を据えて考えた方がいいかなと、思っています。なので先日も、これもメンバーシップだけの動画だったかもしれないんですが、お伝えした通り、まあ、やっぱり自分の投資活動、投資方針っていうのを見直すっていうことが、もう一度、今やってみるのでも遅くないんじゃないかなと思っています。僕もですね、今ちょっと、簡単に見せますけど、投資ノートっていうのを、まあ、作りまして、こんな感じなんですけど、こういったものをですね、買って毎日どういうふうにマーケットが、まあ、動いたとか、あとは自分の感じたこととか、いろいろ書くように今してます。で、それをすることによって、例えば大きく負けた日でも、大きく勝った日でも、まあそれをですね、まあ冷静に客観的に見て、まあ一日ごとに気持ちをリセットするとか、あとは投資の方針を考えていくときに、まあ何か気になった銘柄とか、あとはセクターとか考え方とか、ちょっとメモっておくだけで、後で振り返れると思うので、まあ一日そんなに大きく時間を使う必要もないと思うんですけど、まあ5分とか使ってみて書き出してみるっていうのもまあいいんじゃないかなと思います。はい。僕もですね、ちょっと一時期精神的に疲れちゃうなっていう時も、やっぱいい反の時みたいなのもあるので、そういった時にも、そういったこともですね、やっぱ整えていくためにも、こういったことは続けていきたいなと思います。株式をですね、リターンをしっかり出すのに、まあおそらく、まあこれ僕は思うに一番大事なのはメンタルだと思います。はい。なので、そこをしっかり冷静に平静に保つための努力っていうのを今後も僕も継続的にやっていきたいなと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。